るねって言うんですよ私。それを言ってなんか鉄道猫の役なんだけど、キャッツってやつで、私は一回アンサンブルみたいなやつに混じって一回なんか4丁目には劇場があるねって言うんですよね。じゃ日本語大丈夫って感じ。当選しました、ありがとう、ありがとうございます、嬉しい。朝も夜もありがとう、全然大丈夫です。ミュージカルの練習お疲れ様、ありがとう、楽しかった。こんばんは、こんばんは。大阪のお話し会再販始まってアピールチャンスだよ。そうですね、大阪のお話し会の再販が決まったのでぜひお願いします。おはよう、おはよう。スケモンさんバラありがとうございます、ありがとう。大阪のリアルお話し会の時にさ、浴衣どういうのがいいと思いますか。いろんな種類があるんだけどね、どうしようと思って、水色がいいかなって思ってるんだけど。再販始まったね、もう追加した、ありがとう、ありがとうございます。おつぽん、おつぽん、ありがとう。ミポンの放課後ホームルーム2枚当選したよ、本当にありがとう。5月6月5日ですね、私やっぱ水色、やっぱ水色なんですよ。2部行きます、本当にありがとう、ありがとうございます。ちょっとかゆ、さっきさラムくんとさ、愛犬のねラムネくんとね、庭を走ってたんですよ一緒に。したらちょっと蚊に噛まれた、かゆい。おつぽん、おつぽん、来てくれてありがとうございます。さっき配信する前にモバメ書いたんですけど、見てくれましたか。一応書いてみたんですよ私、モバメ見てくれたかな、見てくれてたら嬉しいなと思ってます、思ってます。かっこいい、それな、かゆいよ。2番目には夜配信するよって書いたのでね。そうだね、めっちゃかゆいと思って、だからもう虫除けのスプレーとか、そう日焼け止めないからやらないとね。そう、もうね全身刺されちゃうからね。おつぽん、おつぽん、来てくれてありがとうございます、ありがとう。メール来てるよ、夜配信するよってやつ、そうそうそう、夜配信するよって書きました。見てくれたかな。こんばんは、おちびちゃん、こんばんは、来てくれてありがとうございます。モリスひなちゃん、モリスひめなちゃんですね。ひーたんはめっちゃ優しい、めっちゃ優しい人間、めっちゃ優しい子なんですよ。早くツイッター解説してほしいと念が俺です。そうだね、ツイッターか。ポン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 、皆さん来てくれてありがとうございます。こんばんは、ポン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 、ありがとう。今日も頑張りました。そう、皆さん聞いてください、国語のさ、国語と理科のテストしたって言ったじゃないですか。国語欠点回避しました、イエーイ。そう、欠点っていうのは平均点の半分以下のことを言うんだけど、 それを欠点だったらやばいんですよ、普通にやばいんだけど、欠点回避した、イエーイ。理科はまだ帰ってきてないんだけど、ここを回避しました。おつぽん、おつぽん、来てくれてありがとうございます。 おやすみ、何このテロップ。これはね、疲れたよっていう、変えた方がいいかな、何にしようテロップ。月にしよう、月、これで。ヒータンとコンビでホームルーム画面映るというかも、多分一緒のペアでやるんですよ。100点じゃない、欠点回避っていうのは平均点の半分のことですね。平均点の半分
以下じゃなかったってことです。平均点の半分、平均点の半分以下が欠点ってやつで、それよりちょっと上だったから欠点回避したんですよ。なんで月？夜だから、夜で、夜だから月にしてみた。お勉強しなされ、してるよ、してるけどね、やっぱちょっと勉強が足りなかったかなって思って。平均点より上ってことね。違う違う違う、平均点の欠点っていうやつ、平均点の半分以下は欠点ってやつなんだけど、欠点よりは上だったってことです。だから平均点上なんてね、絶対取れないから。普通に今日も髪サラサラで綺麗、ありがとう。色色しかもポンポンポン来てくれてありがとうございます。ありがとう、色色だけどね、ありがとうございます。理科は明日返されるって言ってた。やばいんだよ、やばいんですよね。もうどのくらい上、え、1点上1点だけ上だった。欠点の1個上、1点上。はぐれもやしさん、初見の方来てくれてありがとうございます。おつぼんありがとう。それは嬉しいね、やけどそこは頑張ろうあのみゆにとってはね、すごいことなんですよ。だからちょっと報告したんだけど、ヒーター&ミーポンが見れる画面全部で話すということかな。そういうということだと。平均点の半分より上ね、そうそうそう。まあおめでとう。なんで笑うんですか、本当に。なんか勉強してもみは点数が取れないから、人より倍勉強する必要があって、でね、回避してめっちゃ嬉しいんですよ。だけどもっと勉強しないといけないんです。欠点取るとどうなるの。欠点取ったらまあどうもならないけど、ちょっとね、あちゃーみたいな、赤点だなーみたいな感じ。お勉強の話が NG なのはそういうことなのね。そう、それもあるし、なんかショールームで勉強の話とかそういうことになったらめっちゃ真剣な顔しちゃうから、まあね、もっと楽しい話しようねって思ってね。平均点が何点に、何点かにもよるね。そう、今回本当に平均点高かったんですよ。いつも高いけど。そうだねって、アイドルと勉強って難しいもんね。そうなのよね。理科帰ってきたら教えてね。理科帰ってきては教えないと思う。理科はもうマジで自信ないから、本当に自信ないんですよ。おつぼんおつぼん、皆さん来てくれてありがとうございます。笑顔バリカイ、いつも言ってくれる、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうね。ポン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 、来てくれてありがとうございます、ありがとう。ヒータンについて学習しとかないとやばい、日本の隣どちらさんみたいなならないために。ああ、そういうこと。まあでもヒータンは本当に優しくて、なんか明るくて、なんか本当にね、もうね、なんかミュウと同じ学年だったら、ミュウと同じ学年っていうか、ミュウのさ同じ学校とかだったらさ、絶対さ声かけて友達になってる感じの優しさの人間なんですよ。ありがとうございます、その言い方バリ可愛いありがとうございます。こんばんは、こんばんは。3期のアバター一つ待たなかった。うん、そっか、そうだよね。でもいっぱい人数いるからね。髪型今日もバッチリ決まってるね。今日ね、ミュージカルの練習だったからね、こうやってね簡単に結ばないといけなかったけど、もうね頭痛かったから、なんかちょっと痒かったから下ろしました。おつぽんおつぽん、皆さん来てくれてありがとうございます、ありがとう。ムーミンさん、初見の方おつぽん来てくれてありがとう。答えですね、あのですね、なんかズームってやつはなんか多分
結構3期研究生って14人いて人数が多いからかなって私は思う。分かんないけどなんでだろうね。初めてだからっていうことも多分あると思うけど、初訪問の方、2度目の訪問の方、皆さん来てくれてありがとうございます。ありがとう。不思議なぐらい当たらなかった。そうマジ、そっか。おつぽんポーズかわいい、ありがとう。おつぽん、うーたんひーたんはかわいいコンビだね。そうなんですよ。タン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 メン、タンタンメン。なんかさ、モバイルメールはなんか最近さ、あれ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 全然さかけれてなくて申し訳ないです。学校の、学校行く前に書こうと思うんだけど、のね、配信をして7時じゃないですか。そっから準備して車の中とかでも書けるんだけど、ちょっとね見てもらえないんです。ズームの話し会結構すぐ終わっちゃうんだよね。そうなの、早いんだ。そっか。え、でもさ、ちょっとでも話せるしね、画面越しで会えるから。え、放課後ホームルームっていいね。放課後のホームルームボン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 、皆さん来てくれてありがとうございます。ありがとう。おつぽんおつぽん、ショールームしてたら難しいよね。そうだから、どっちかになっちゃうかなって思うけど、ショールームは毎日やってるから、毎日やりたいから。あ、これ書くの忘れてましたね。忘れん坊なんですかね私。まだなってないからかな。あ、やばい。37日、47日、イエーイ。あつぼんあつぼん。もう、もう皆さん来てくれてありがとうございます。メールは内容なんでもいいんだから、配信中に送る人もいるよ。そうなの。え、あの、私配信中に送ったらあの消えちゃうんですよ多分。え、消えないかな、画面消えるかなと思ってやってない。メール取ってるよ、ありがとね。朝ウッタの配信を見て夜ヒッタの配信を見るのが日課になってます。いいですね、グッド。明日は48日目だね。そうなんですよ、48。いいですね。そう、あのリングライトってやつをネットで買ったんですよ。今日届いてたんだけど、ちょっとよく分かんなかったからちょっとやらなかったんだけど、あの明日から、もしかしたら、あ、明日からリングライト使うかもしれないから明るくなるかも。そう、なんか結構皆さんに暗いって言われたんですよ。結構そう、画角的にはいいけど画面がちょっと暗いねみたいな言われてたから、ちょっとみもね、そこがね嫌だったから明るくしたいなと思ってちょっとねリングライトを買いました。そしたらね、もっとねみーぽんの可愛い顔が見えるかなと思ったりしちゃったりしちゃって、6月5日の放課後ホームルームみーぽん当たった。本当にありがとうございます、嬉しい。48ポートブリカリ48、ポン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 。全部話し会は意外と時間が短いからインパクトも大事よ。そうなんだ、ダイソーにも売ってるね。そう、なんかダイソーのとかはこんぐらいだけど、なんかこんなちょっとね、スマホが、スマホよりコワンってやつを買ったんですよ。そうなんですよ、リングライトは配信するには必須。あー確かにと思って、そうなんか結構みんな、メンバーのみんなとかもなんかリングライト使ってるのかなって思ったりしたし、今学科の勉強机で撮ってるんだけど、
このねこうやって勉強の机はこれをやってもそこまでねなんか下ばっかり明るくなるから上は明るくならないから上っていうかここら辺はと思ってこの部屋自体の電気もつけてるんだけどねちょっとね今でも十分可愛いですありがとうございますありがとうね楽しみ楽しみなんだよ今でも可愛いよありがとう嬉しい今でも十分可愛い嬉しいんですけどありがとうございますありがとうおつぽんおつぽん皆さん来てくれてありがとうございますありがとうありがとうございます、うん、こんばんはただいまおかえりなさいありがとうございます来てくれてこんばんはありがとうおかえりお仕事の方々おかえりなさいそしてお疲れ様ですポン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 来てくれてありがとうございますありがとうこんばんはこんばんはピースサインめっちゃいいじゃんピースサインピースサインスマホが入るぐらいの大きいサイズかなそうだねなんかスマホがこういうのだったらこういうのちょっと大きめの画面なんかリング自体が大きめのスマホがこういうのだったらこんぐらいのやつですありがとうありがとう来てくれてありがとうございますお仕事とかで疲れて忙しい方も来てくれてありがとうありがとうございますこんにちはこんにちはなんかめっちゃ暑い部屋が暗いと思うけどそうだから暗いなんか電気をめっちゃつけてもこうなるからリングライトをね買いました買って明日ねちょっと設定してみようかなって思ってますちょっとねもっと明るくね見て明るい方がいいしねそうだねと思ってもっとね可愛くなるかなってただいま帰宅みっぽんお疲れ様ですおかえりみーもさっき学校が終わってさっき帰宅しましたさっき帰宅しました今日も蒸し暑いよねそうさっきさ愛犬のラムネくんとさ庭走ってたらさカニ噛まれちゃってかゆいんですよねかゆいもう夏ですね明日設定楽しみそうだねボン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 皆さん来てくれてありがとうございます普通のライトでやってる普通感がみーぽんの魅力かなうんでもなんかみんなほとんどの人がやっぱリングのライトを使ってるかなと思ってこの勉強のやつじゃなくてねちょっとね買わないとなと思って帰りかわいい帰り帰りもスクールバスで帰ってるの今日はあのよくなんか友達と一緒のタイミングだったらスクールバスで帰る時もあるけどめっちゃ遅いんですよ時間がなんかめっちゃ遅いから待つのが嫌だから電車で帰りますフラッシュスペシャルって今コンビニの本で何あるのかなどうだろう分かんないけど今日でね今日販売今日でからあるのでね手に取ってほしいなと思いますポン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 明日から6月そうだね6月なんか梅雨の季節だね梅雨の季節そうだねなんか雨ってめっちゃ気分落ち込むけど頑張ろうねでそうです6月は運動会シーズンということで最高運動会マジで盛り上げるめっちゃ楽しみそうです、ね、体育大会です体育大会が頑張ろうと思ってて本気で頑張るガチでクラス対抗リレーっていうのがあってクラス対抗リレー識別対抗リレーっていうのがあってそのやつに多分出るんですよえ
識別はまだわかんないけどクラス対抗は絶対出るんですよ。でそのクラス対抗でかなんか上位3位ぐらいに入ったら賞状がもらえるんですよね。だから絶対入りたいと思って今回は絶対入る。ポン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 来てくれてありがとうございます。ありがとう。今朝配信のぞいたバイバイしてたしてた。ナムくんくぐって遊びそう。ペッポンこんばんは。今日も可愛いよ。ありがとうございます。ありがとう。今でっちさん初見の方おつぽんです。来てくれてありがとうございます。ありがとう。放課後ホームルーム当たりました。ありがとうございます。ありがとう。嬉しい。ありがとうございます。今でっちさんフォローありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。おかえりなさいメッポン。ただいま、ただいま帰りました。フランシススペシャル予約しました。ありがとうございます。ありがとう。梅雨だね。そう梅雨だね。梅雨は気分が落ち込む時だけど、ね、雨が多いから雨が多いから落ち込むと思うんだけど、結構ね雨だとさ結構落ち込むことあるけど頑張ろうね。頑張ろっか。でも今日は晴れてムシムシだからいいね。3本の矢のサポーターさん、水色のハートありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。読み方合ってるかな。いっぱいありがとうございます。運動会頑張って。ありがとう。今6月に運動会あるの。そう小学校の時は9月にやって、で10月になって校長先生が変わって5月になって、6月になってって感じだったけど、今はもうね中学生になったらずっとちゃんと決まって6月なんですよ。運動会の練習もねあって頑張り時なんですよね。あのダンスなんかあの2年生と3年生はダンスを踊るらしいんですけど、あのダンステストがあるらしくてやばいんですよ。3本の矢のサポーターさん、水色のハートありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。たくさんいいな。楽しみ。賞状もらってショールームで見せて。ショールームでは多分見せれないけど、クラスのものクラスのね賞だから多分見せれないけど、まあ報告しますね結果とか。ホームルームは2人と仲良く話して大人のところを見せますね。イエーイ。そうだね、ホームルーム楽しみ。ナイフポーズかわいい。ただいま帰りました。おつぽんおつぽん。ルトゥフィアディさんフォローありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ポニーテールも似合うよ。そう体育祭の時髪型どうしようって悩んでるんだよね。友達と一緒にしようかなと思っててちょっと悩んでるんですよ。こんばんは。こんばんは。ポンポンポン来てくれてありがとうございます。ありがとう。もっちさんピンク色のハートいっぱいありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。いっぱいありがとね。今日は夜勤終わりで ST48 の祭り YouTube 寝ました。夜勤お疲れ様です。そして祭り ST48 祭りありがとうございます。見てくれてめっちゃ嬉しい。ありがとう。お疲れ様です。絶対疲れてるね。ともちさんいっぱいピンクのハートありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。自動投稿ハート100個投げてよ。ありがとう。星投げた。ありがとうございます。ありがとうね。ともちさん水色のハートありがとうございます。ありがとうございます。ともちさんいっぱい水色のハートありがとう。ありがとうございます。体育にテストあるの走るんかな。いや、そのダンスのテストです。あの2年生3年生がダンス踊るからそのダンスのテストがあるっていう。
呼ばれたので失礼します。ありがとうございました。また配信見に来てください。何クラスあるの？私の学校はクラス2つしかないですね。で合計で30人ぐらいしかいないんですよ。めっちゃ少ないんですよ。賞状もらったらご報告してください。そうですね、運動会の結果とかいろいろ言いたいなと思って。運動会の次の日はね、大阪の直接お話し会なのでね、それもね楽しみで、楽しみなことがもうね2日間続いて最高。こんばんは。こんばんは。ミューポンズになった、ありがとうございます。赤白どっち？赤白じゃないんですよ私の学校、赤、黄色、紫で、今回は私赤です。ポン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 来てくれてありがとうございます。ありがとう。アイドルだったらダンス余裕でしょ。余裕くないよ、なんかね違う感じ。そもそも私ダンスとかそこまでやったことなくて、そうあれだったんだけど、本当に難しいんですよ今回のダンス運動会の。なんかねもうむずい。ポンポン持ってるんだけど、どん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 、めっちゃむずいんですよ。ホームルーム、ありがとうございます。6月 STU 公演行きますよ、兵庫県から。ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。こんばんは。体育大会の楽しみは何？僕はお昼のお弁当だった。私は多分ね人数が少ないんですよ、中学生の。そうだからあの一瞬で終わるんですよ、多分午前中お昼くらいで終わると思うから、3時間とかしかないんだけど、やっぱ一番のね醍醐味といえばね、やっぱりリレーですよね。私リレー大好きなんだけど、リレーがなー一番すごいなって、いいかなって。2つのクラス、そう2つのクラスがあって、3年生まで2つのクラスがあって、2、3が6で6クラスでクラス対抗リレーを戦っていくんですよ。でその上位3名が、あ、3クラスが賞状をもらえるという形になりますね。明日からカップ麺値上がりだから困ってます。え、値上がりするのカップ麺？マジ？マジか。ダンスやったらミューポンキレキレで踊ってみんなから褒めてもらう。もうめっちゃ難しいからさ。ミューポン STU クラスのみんなに知られていますね。みんなには知られてない、まだ知られてない子もいるけど、別になんか自分からは言う予定はないですね。広まったらもうなんか、あ、そうなんだよって言うだけで、自分からは言わない、言いません。色4つもあるの新鮮。3つですよ。3期生ちょくちょく大変やけど、ありがとうございます、ありがとう。こんにちは、こんにちはこんにちは。見に行きたい本当に。赤やったら女の子らしくて、ね、赤組の健闘を祈って、フレーチュ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 フレー、赤組、それ、フレ、フレ、赤組、フレ、フレ、赤組、わー、あー、やってたよね、サッチーさんが。おつぽん、おつぽん、来てくれてありがとうございます。ありがとう。3期生は、ヒッタンがお気に入りやから、いずれミューポンもお気に入りに入れる。本当ですか？ありがとうございます。ありがとね、嬉しいことを言ってくれて。こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとうございます。何種目出るの？テニス部の人たちが今回大会に行くらしいんですよ。だから2人ぐらいいなくなるから、2人同じ赤組なんですけどいなくなって3人になっちゃうんですよ。もともと5人しかいなくて、赤組は。だから結構いっぱい出るんだよね。なんか
7種目中の7種目ダンスとかも入れたらクラス対抗とかも入れたら5種目ぐらい、8種目中5種目ぐらいは出ると思うんだよね。そう、なんか親子綱引きとかもあるらしくて、毎度毎度広島いいね、住みたいぐらい僕の中では広島いいですよ、楽しい、とてもみんな優しくてですね、水色があればいいね。そう、水色欲しかったね。リレー出ちゃう人ですか？リレー出ますよ。ミーボン短距離走が得意なの。短距離は得意だけど長距離は多分苦手だと思う。やったことない、長距離は。そこまで多分みんなさ、さっきからなんでこうやって隠れてんのって思うと思うんだけど、ゼリー飲むゼリーやるじゃん、それをさっきからちょっと飲んでるんですよ、お腹すいたから。また来ました、ありがとうございます。あちこちで値上げマジできついだよね。でもね、税金。ミレナ選手に選ばれてアンカーはかっこいい。そうだ、陸上の子が多分アンカーなんだよね。でも私2回走るんですよ。あのその陸上の子、テニス部の子があの休むから、陸上の陸上の子と私は2回走るんですよ、クラス対抗リレーで2回走ります。放課後ホームルームまでに座るんで準備を、心の準備をいろいろ教えてください。ありがとうございます。じゃあ、あのレッスン頑張ってますか？頑張ってます。昨日から始まったんですよ。ポン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 、来てくれてありがとうございます。ありがとう、おつぽんおつぽん、皆さん来てくれてありがとうございます。ちゃんたさんかわいい、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。かわいい、ありがとう、ありがとう。応援団長するの、応援団長とかないんですよ、私の学校ないんですよね。鉢巻きするのね、そう、ここにあってね、いいよね。ミューポンが応援したらかわいい。一応小学校の時はあの小4からあの応援団ができるんですよ。でなんかいろいろさ、なんか決めれるんだよね、なんか特典の人とか、なんか旗あげる人とかあって、みゆは小学校の時はずっと応援団やってた。いや3年間ずっと応援団でしたね。でずっとあれでした、ずっとね。あ、小6の時は副団長やって、他はねこうやってやってた、ポンポン持って。しごわなみぽんこんばんは、また見て、おみぽんの当たったんですね、ありがとうございます。ありがとう、仕事お疲れ様です。ともちさんかわいい、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。フレーフレー赤組みやぽんありがとう、フレーフレー赤組、それフレーフレー赤組、フレーフレー赤組、わーあーす。でなんか小学校の時の話なんだけど、小学校の時はあの私あれだったんですよ、男子とかによりも足が速くて一番足速かったの、めっちゃもう比べ物にならないぐらい、まあちょっとねうざいかもしれないけど聞いてほしい。でなんかアンカー全部ね、なんかそういう走る系のやつがアンカーだったんですよ。で普通にね、なんかその2週間前に2週間その運動会の2週間ぐらい前にあのコロナウイルスにかかって練習に参加できなかったんですよ。しかもすんごく重たくて、症状が最後の6年生の時の運動会なんだけど、それでめっちゃしんどくて、で練習があと残り2日あるよっていうと、うん、あと運動会まであと2日っていう時にやっと学校に行けたんですよ。でもその、コロナウイルスから明けて
開けた時、コロナウイルスが終わってもう学校行けるよってなった時には金曜日だったんですよ。金曜日に行くじゃないですか学校。それでなんか応援、なんかめっちゃ練習いっぱいやって、応援団の練習、あと私健康委員長っていうやつで体育の委員長だったから、ラジオ体操とかなんか立ってここにあるじゃないですか、なんかみんなの前で立ってやらないといけなくて、でもなんかもう闇明け、闇合い明けぐらいだから、だからもう闇上がりだったからめっちゃ体とか動かなくて、足もめっちゃ遅い状態で、でもう運動会自体が日曜日だったんだけど、金曜日にその練習いっぱいやって、で土曜日は学校ないから自分でなんかめっちゃいろいろみんなに教えてもらって覚えないといけなくて、本当に弱くて、そうでアンカーとかだったんだけど全然走れなくて思うように、そうもうねめっちゃ走れなかったっていう頑張った私の話です。めっちゃ語彙力なくてごめん。そうやばくない、運動会の2日前にちゃんと練習できて、どっこいしょどっこいしょってあるじゃん、ソーラン節とかも5、6年生で踊るってやつで、私だけなんかめっちゃさ、なんかめっちゃ全然踊れてなくて、うーんって感じだったっていう私の悲しいエピソードでした。こんばんは、こんばんは。配信は見ててもなかなかコメントしないロンリーボーイです、ありがとうございます。でも見に来てくれてありがとね。5種目も出るのにポン体力すごいやんな、わかんないけどね、まだわかんない、他にも出るかも。晩飯はまだ来てないですね。こんにゃくゼリー、そう飲むゼリー、こんにゃくゼリーなのかな、飲むゼリー。こんばんは、こんばんは。歌ダンストークに自信があるのは何ですか、トークですかね、全部好き、なんか得意っていうか自信はなんか語彙力はないんだけど話すのが好きで、配信も大好きだからやっぱトーク好きなのかなって思う。こんばんは、こんばんは。1320円とパーメント、ありがとう。1640人、ありがとうございます、ありがとう。ごめんめっちゃ読み遅れてるかも。ミューポンとリア中が仲いいのは知ってるんですが、他は誰と仲がいいですか。え、誰だろう、え、でも全員と最近めっちゃ話すようになってて、うん、でもめっちゃ話すのみんなと、ね、え、なんだろう、誰だろう、でもヒータンも最近めっちゃ話すようになった。なんかめっちゃさ、自分からは話しかけれないタイプの人間だったんだけど、もうねめっちゃズカズカいく、めっちゃ話しかける、あこんにちは、あこんにちは、あ、あで、なんかもうみーぽんかわいいとか言われるから、あ、ありがとうございますって言ってね、もうこんばんは、こんばんは。応援するお兄ちゃん無理かわいい、ありがとうございます。それはすごい男子声アンカーかっこいい、かっこいいでしょ。けどね2日前にやったからもうマジで足動かなくて、そうずっと寝たきりだったからね、足動かなくて本当にうわ足をそうと思って、もうねその時機械体操やってたんだけど、めっちゃさその時足首がさなんかちょひん曲がってるみたいな、なんかちょっと捻挫っぽい感じで足も痛かったので、うわわし痛いの忘れてたと思って、うわやば食らったと思って、やばかったそれは大変でしたね。そうなのよ、1455人とパメントありがとうございます、みんなありがとう。こんばんは、こんばんは。レスター組長さん、初見の方来てくれてありがとうございます。こんばんは、ありがとう。 STU43 期研究生の梶原美です、よろしくお願いします。2日後の運動会めっちゃきつかった、ごめん仕事行ってきます、行ってらっしゃい、気をつけてください。フラッシュプセル、そう乗ってるのでぜひ手に取ってみてください。健康委員長はコロナからギリ復帰、そうなんかやること多すぎて分かったの、なんかめっちゃさ活躍したいタイプの人間だったから、
そう、え、これやるやる、え、何でもやる、やるやるやるみたいな言って、分かった。で、なんか特典の子が休んじゃったんですよ。休んで、で代わりにミユがやれって言われて、そう、なんかミユが代わりの人だったんですよ、特典の。そう、ミユラジオ体操したら他になんかなかったから、なかったし、まあいろいろあって、特典をなんか代わりにやれって言われて、え、あ、そうだった、忘れてたって言って、もうやること多すぎてやばかったね。運動会の次の日は休み、多分お休みだと思うんだけどね。宮川純さん、フォローありがとうございます。ありがとうございます。運動会で悔しい思いをしたんです。そう、マジで悔しすぎて、中学生になったらマジ頑張るって思って頑張ってます。やめ上がりは走れないよね。そう、もともとの順位がもう、なんかミユがもうバトンを受け取った時にはもう最下位で、あ、最下位かって思って、けど一応一人抜かしたんですよ。私一人しかでも抜けなくて、いつもならもうぐんぐん抜いて1位とかなるのに、それは無視できるんだ。どこいしょどこいしょ。でも一番ね、低く下がっ、なんか下がってこうやって低く やってていいねって言われた先生に。泣き声がいい。学校のグラウンドで寝かすのは難しくない？え、けど走るの大好きだしと思って。晩ご飯を食べましたが、今日仕事で休みで、朝昼晩3食ともカレーでした。え、めっちゃいいじゃん。いいね。壁島ちゃんとも話したの、めっちゃ話す最近。なんだっけ、リアちゃんとユイカちゃんとユイナちゃんとミユで最近よく4人で話すんですよ。 STA48 でミユが一番最年少、私が最年少なんだけど、2.5 期の研究生さんの先輩にノアピさんがいるじゃないですか。でノアピさんが私より3ヶ月生まれるのが遅くて、だから私が、3期研究生の中では最年少という形になってます。よってんさん、はじめまして、来てくれてありがとうございます。はじめまして、ありがとう。ミポンで見た目めちゃくちゃ可愛いのに、キャラがナイスキャラだよね。可愛いだけじゃないのせる。本当に嬉しい、嬉しい。こんばんは、こんばんは。ヒータン、ヒーちゃん何人いるの？ヒータンは、ヒータンはそうね、めっちゃいるよね。ヒーちゃんは響ちゃんで、ヒータンは姫奈ちゃんです。でもね、タンとちゃんだから。サッカーと野球どっちが好きですか？どうだろう、どっちも好きかな。どっちもできないことはない。髪が切られる姿かわいい。一人抜くだけでもすごくない？練習の時にはめっちゃ3人抜かしてたんですよ。そう、なんかもし練習の時に最下位だったんですよね、ミユがもうバトンを受け取った時には。けど抜かして1位になったんですよ、練習の時には。けどね、1人しか抜けなくて、みんなに申し訳ないなって思って。ミポの配信楽しい。本当に分かってるじゃん、分かってるじゃん。ミポいいね、ありがとう。ミポ押すしかないんじゃないの。たかゆきさん、初見の方来てくれてありがとうございます。こんばんは、こんばんは、ありがとう。みーの話聞いてると自然に言語になれるんだよね。本当にめっちゃ褒め言葉じゃん、ありがとうございます。ゆびきちゃん可愛いよね。うん、可愛い、優しいし面白いし最高、これはすごい。ありがとうございます。ちょっとゼリー飲むね。
こそありがとう、仕事終わりにこんな痩せるの幸せだよ。本当ですか、ありがとう、ありがとう。みーちゃんの沼にはまりそう、はまれはまれ、あ、抜けれない、あってなってほしいなと思います。部活は何かしている？私は、小学校の時から機械体操やってて、機械体操部に入ってたんですよ。機械体操がある学校の私立に行って機械体操してたんですけど、ST48 さんに向かって、もうね、両立は多分部活と勉強とアイドルの両立はできない、3つは両立できないと思って、そう、勉強とアイドルを真剣に頑張ろうってことで部活はもうやめました。やりたかったけど、多分ね、機械体操って1日休んだだけでも結構体がね、なんかね、動かなくなっちゃうから、そうだからもうできないやと思ってやめました。しかも夜の9時まであるんですよ、学校が終わって。そう、外部の部活だったから、その外部まで行って30分ぐらいかけて、でそっから行くって感じで、15分30分。アンカーって西走るの、どうだっけ、覚えてない。口がプルプルしてる、本当にゼリー食べたからかな。ポン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 、我々はもっとどっぷり沼ってます。本当に、あ、やばいやばいやばいって感じかな。やはりみーちゃん面白い、ありがとうございます。みーちゃんのキュンが好きです、キュンキュンキュン。こんばんは、こんばんは。決断したんでね、そう決断しました。みーぽんの大沼ポン公園、どこどこどこ、あ、行ってきな、沼に入っていこう。最初の先生はなんて言ってた、なんか話したんですよ、そういう話を。でなんかその体操の、私が習っていたところが変わるらしくて、そこはなくなって違う場所になるって言われて、私のレベルだと先輩みたく週6では練習できなくて週3ぐらいになってしまうって言われたんですよね。だからなんかそういう、そんな空いて、日がどんどん空いてしまうなら、そこもなんか、その空いた方が危ないしと思ったりして、しかもなんか今が辞める時なのかなって思ったしね、アイドルという新しい道ができたので、そっちの道にも行ってみようかなと思ってっていう話をしたら、なんかみーがそうやって決めたらいいんじゃないって言われたし、今のところじゃなくなるっていうのもあるのでって言ったら、そうだよね、いいと思うよみたいな、でも めっちゃ優しく聞いてくれました。部活で ST48 の活動は両立はしないよね。そう、それに加わって勉強もあるから、そんなんやったらね、ファーってなっちゃうから、未練はないですか。できることならもう一回やりたいけどでも多分やってたら、まあ、もう今部活続けてたら多分配信も毎日できてないし、そうだねと思って、まあ未練はそこまでねないかも。いた、体操って骨が折れてもテーピングで直すんだよね。そう、骨が折れても、なんか例えば足の骨が折れたとします。で私一回足首の骨を折ったんだけど、その時に、ではだけ足は折れてても手は使えるよねって言われて、手でなんか筋トレとかめっちゃやって、懸垂とかめっちゃやってましたね。もし例えば手首折れたとしますって言ったら、足を鍛えるために足の運動をいっぱい、トレーニング筋トレいっぱいしますっていう感じで、呼吸をいっぱいしますって感じで、そうだからテーピング貼っつけとけばそのうち治る、骨くっつくって言われて教えられたんですよ。機械体操って怖かったけど、でもなんかそのなんかできた時の嬉しさが楽しくて、自分でもなんか技ができるし、
そのね楽しさが楽しくてやってましたね。はじめまして、通りすがりのピーンです。ピーンさん、こんにちは。おつぽん、おつぽん、それは応援するしか、これからよろしくな。ありがとうございます。お願いします。こんにちは、こんにちは、あ、こんばんは、こんばんは。機械体操はどの競技が得なの。どうだろう。なんか得意なのは、私が得意なのは、得意っていうかまだできたのは平均台と平行棒かなって思います。でもね、どうなんだろう。アイドルのみーは支える人になりたい。支えてくれるんですか。ありがとう。大丈夫大丈夫。機械体操って大変そうですね。僕やったら全身骨折しそうです。まあね、慣れですね。怖いけど、怖くて、なんかみーも新しい技の練習をするときに、あの左足をさっき言った足首を骨折するって言ったのとはまた別で、右足をグギってなったんですよ。新しい技がやりたくて、平行棒でその技を練習、なんかもっとなんだろう、その技をするための練習をしてた時に、床でなんか跳ねて、こうやって跳ねてバンバンバン、跳ねてバンバンバンってやつやってて、こうやって足を切る時にグギって足がグインってなって、技じゃないんだけど、そういう補強とかでも気抜いてたらね、足折れちゃうことあるから、もう本当に痛いし、ね、もう痛すぎて、あ、やばい、痛いって立ち上がれなくて、そうだねってなるけど、そこを踏ん張って頑張ったらって感じだからね。でもそれ折れても、そこから立ち上がって直してね、またねやってって感じで。でも直すまでがすごい期間かかるんだけど、頑張る。戻ってきたぞ、ありがとうございます。ありがとね、戻ってきてくれて嬉しい。待って、めっちゃかゆい、やばい、刺されたかも。ふん、どこだ、かゆい、かゆい、どこにいるんだ、かくんどこにいるの。めっちゃかゆいんだけど、突然だけど、アカペラで何か歌ってかな、じゃないと通れ入る。何歌えばいいのかな。最近のやば、10センチしかないんだね。そうですね、めっちゃ怖いけどでも楽しい。それでも成功、技が成功した時とか、投資っていう演技の投資があるんですけど、それをがなんかね、一回も落ちずに成功した時は楽しいんですよ。オリンピック見てたら人間とは思えないくらいのすごいよね。でもめっちゃ感動したよ。そう、私もオリンピックを小学校の時に見て、かっこいいと思って、それで感動して、私は機械体操やろうと思いました。じゃないと帰る。何歌えばいいかわかんない。無理になる、こんな時叩く。私はこうやってバン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 って、もし刺された時は叩きます。かゆい、どうしてもかゆい時はあーってやります。蚊に刺された。めさ、今までさ、蚊に刺されたかと思ってたの。蚊が蚊にかと思ってた。やば、蚊に刺されたって言ってて、え、蚊にって言われて、えってなって、蚊じゃないんってなって、蚊だったらしいですね。かくん、言い方かわいい。そっから直したんですよ、私。おつぽん、おつぽん、来てくれてありがとうございます。サングラスデイズでしょ、やっぱそこはサングラスデイズ。公園の鉄棒とかで技をしたくなったりする。そう、この前公園の鉄棒で、バク転ロンバクをやってまだできたよっていうことをこの前配信で言ったじゃないですか。その時に鉄棒もやったんですよ。そしたら普通にね、まだできたから。天然エピソードかわいい。え、
天然とかじゃなくて普通に思ってたの。そうやって人生でさ、なんかさ、そうやって言ってもさ直されなかったから、え何それって言われることなかったから、そうかと思ったら違った。違いました。せっかくアイドルに加入したミーポン応援するけど、長アンカイドルしてほしい推しメンのミーポンをやろう。そう、あのありがとね、推しメンって言ってくれて。私はアイドルはいつまでするとかまだ決まってないけど、でもね、めっちゃずっとできることならね、もう50歳とか80歳まで やりたいなって思うけどね。できることなら80歳まで、欲を言うなら80歳。ひろしさん、フォローありがとうございます。ありがとう。一瞬漢字わかんなくなったけど、なんと多分合ってる。なんか今勘みたいなのなかった。よそ、無理、ちょっと振り払うね。一回こうやってね、こうやってね、いや、あの大げさに動いたらね、たまに出てくるんですよ。どこかね、カニのために行こう。そう、あのさあ、めっちゃ前にさやったけどさ、カニさ、こうやってうってってスーってやるやつ食べたいんだよね。前食べたけど、さっきなんか歌ってって言われたからアカペラで、砂浜に寝そべクラスメイト、かなり攻めてるスイムするナイオン、王は成功状だ、最高気温は何度だろう、今日まで気づかなかったよ、なんか冥福を誤算が出て、君はずっと神の玉ねえ、おとなしいタイプだと思ってた、はんはんはん。あ、めっちゃ天然やね、天然じゃねえや。まず遠くまでしっかり頑張って、その先のことはおいおい考えさせてもらうよ。ありがとうございます。10歳のメンバーは94歳になっても応援するね。ありがとう。10歳いいね。一生してほしいよね。そう、一生したいね。振り払い方、そう、こうやってね、なんか大げさに動いたら勝ってどなんか見つかるじゃないですか。それで、あ、いたって なるから、足を持って捕まえてね、やってみようかなって。お、あ、私の血吸ったな？ん？吸っただろ？ん？って。でもね、加算にもね、あれがあるんですよ。家族がいるからね。家族のためにね、血を吸っているんですよ。80歳のアイドル新鮮。カニシャバ、そう、カニシャバみたいなやつ食べたいんだよ。うまい。ありがとう。キーのスパイスが効いてて魅力的な美味しですね。めっちゃさ軽く歌ったけど、メイポンコラボ配信してはしたいんだけどね、なんかできないんですよ、やり方わかんないし。めっちゃ優しい、ありがとう。メイポンの世界観すご、世界観、世界、先輩の前を歌ってるからメイちゃんの前も歌いたいんだけど悩んでる。ありがとう、悩んでくれて。でもみーはあのもまめは写真なんか写真さ、あれ何載せようと思って、なんか普段の生活の感じの写真を載せた方がいいのか、前のお話し会の時とかのあのリア充とかと撮った写真を載せた方がいいのか、どういう系を載せた方がみんなが嬉しいかなっていうのを悩んでて、そう、今日はあのお話し会の時の写真を載せたんだけど、なんかこういうやつ載せたんだけど、何がいいかなと思って、
くなければ知ってもいいんだけどね。そうだね、やはりみゆちゃん面白い。お母さんにも家族がいるなんてみゆぽん優しい。だってあれだよ、もしさみゆが蚊の立場だったら母さんの立場だとするよ。それでお前何、私は家族のために食料を取ってただけなんですって言わないといけなくなるから、私は家族のために食料を取ってたのにってなるんだよ。花火大会、プール、プラネタリウムならどこに行きたいですか？プール大会プールに行きたいですね。花火大会とプール混ざってプール大会って言ってしまった。プール行きたい、もうプール大好きなんですよ。有力って反応を見よう。そうだね、悩めるみゆちゃん。そう、どうしようかなって最近悩んでて、めちゃくちゃこの気持ちになるのはだってね。でもね、やっぱね、こちらからしたらね、かゆいからね、立場逆転してみたいよね。かゆいんだもん。やっぱね、かゆいけど食料も欲しいということでね。プールでウォータースライダー楽しいね。そう、私プールのところ行ったら絶対あのウォータースライダー4回5回乗る。それ以上にも乗る、もうね一生乗ってる。あと私プールの中で鼻をつまんでこうやってね、前転とかあの後ろ後転とかするのね、めっちゃ好きなんだよね。めっちゃ楽しくない？あれ分かる人いるかな、この配信で分かる人いる？分かるかな。なんかプールの中に潜ってこうやって前転1回転するんですよ、後ろも1回転。めっちゃ楽しくて、それちょっと誰か分かる人いないかな、一人芝居か。ゼリー何味、これ何味だろう、私が大好きなジュースのエナジードリンク、私がよく飲むエナジードリンクのあのゼリー版なんですけど、あ、書いてある、果実リンゴ桃オレンジって書いてある、リンゴと桃とオレンジが混ざってるやつですね。このあのエナジードリンク、エナジーゼリーって言うんだけど、エナジードリンクがこの美味しくて、めっちゃドリンクで、これ箱買いしてるんですよ最近。ゼリーが美味しいから箱買いしてます。集中で技決める、技決めるっていうか鼻つまんで回るのがめっちゃ楽しくてね、好きなんですよ。メンバー、先輩とかメンバーと一緒のお写真がみたいな。なるほどね、了解した。流れるプールって知ってる？流れるプール知ってる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 、あれめっちゃ楽しいよね。チューピープールだよね、めっちゃ楽しい。あれいつも入る、鼻に水入らないですか？鼻に水入るからこうやってファーってやって、こうやって水泳をしてて、水泳楽しいですよ、習ってたので。人や誰かとのツーショット写真が、それと食べ物飲み物。ああなるほどね、なるほど。え、あれってさ、自分が写ってない食べ物とかでもいいんですか？自分が写ってないけどこれ食べ物ですっていうやつでもいいんですか？この食べ物美味しかった、これ美味しかったとかでもいいんですかね。水泳習ってた時に自由時間でやってたけど、工程むずくないよ、めっちゃ楽しい、全然一生できる。みはお姉ちゃんも小学校の時、お姉ちゃんが小学 2,3 年生で、みゆ4年生小4ぐらいで、みゆがまだ幼稚園生だった、保育園生だった時に、あの水泳一緒に習ってて、お姉ちゃんが2級、ん、あのブルーっていう高校生レベルのところで、お姉ちゃんが2級で私が3級だったんですよ、ブルーっていう高校生のレベルのところで。それでなんか自由時間の時に一緒お姉ちゃんと行ったんですよ。そうで、なんかその時に鼻つばで前方でどっちが端っこから端っこの25メートル、あ50メートル、50メートルか25メートルか忘れたけど、でどっちが早く行ける競争っていうのをよくやってましたね。懐かしい。プールの中でどれぐらいしか分かるだよね。チューピープールってまだあるの？チューピープールあるよ。エナジードリンク飲んだことないです。飲んだら元気出ますか？私は最近なんかよく、例えば
例えばテストの前日とかテスト勉強してる時とかめっちゃやっぱ眠いじゃないですか。眠い時にこのエナジードリンクを飲むじゃないですか。飲んだら目覚めるんですよ。なんか眠くなくなるの。そう、なんかあ眠たって気持ちが、なんかベッドに入ってもちょっと休憩って言ってベッドに入ってもなんか眠れなくなるからおすすめですね。空の写真とかでもいいよ。え、そうなの？わかんなかった。じゃあ次からそうするね。今日はいい空だったって、手をこうやってやってカシャって撮るのもかっこいいね。憧れなんだよね、あれ。体を動かすことなんか好きなんだね。そうなんですよ。それ俺もやったことあって、めっちゃ鼻にツンって入ってえらい目に遭った。確かに入るけど、めっちゃ鼻をシーってやっとけば全然いける。お姉ちゃん言ってるの？お姉ちゃんいるよ。姉ちゃんはいつも見ても可愛すぎるよね。高校卒業したらね、悩ませになってくれませんか？あ、じゃあ告白待ってます。リア中がね言ってた告白、告白待ってます。あ、ラブレターでお願いしますね。あのラブレターあるじゃん、ラブレターでハート貼ってお願いします。シールのハートで。ミュポンにギリ負けそう。水泳ギリじゃなくて多分ミュが勝つよ。ミュ水泳得意だからミュ勝つよ。ごめんけど、ごめんけどミュ勝つよ。まあ、対決してあげてもいいけど、もうミュ勝つよ。絶対ミュ勝つよ。姉妹仲いいね。その時は仲良かったけど今は仲良くないんだよね。運動エピソード尽きないのめっちゃ個性だよね。もうね、いろいろありすぎて。なんかその水泳の先生がいたんだけど、めっちゃ優しい女の先生が、その水泳の先生がね、めっちゃなんかその前提のやつ得意らしくて、そうめっちゃ早かった。ボーンって言って負けた。3人で対決したら負けました。ちょっと休憩、オーディションの最終日思い出した。ちょっと休憩カッパッパやってたね。何やってたんだろう。もう多分ね、どうやったら皆さんに面白いって思ってもらえるかっていうことが重点して、なんかもうどうすればいいか分かんなくて、もうねなんか狂ってましたね。オーディションの時何しよう、とりあえず歌作ってみよう、よしカッパをイメージして歌を作ろうってなってね、ちょっと頭ぶっ飛んでました。ともちさん、ラブレターありがとう。ありがとう。ラブレター書くね。書いてこれかな。ありがとうね。ごめん、高校の時に大会出てたよ。けど負けそう。みもね、なんかみお姉ちゃんとさ同じぐらいなんだけど、レベルが水泳やってた時は、今わかんないけど、けどなんかあのお姉ちゃんが大会出たんですよ。県か中国なんだけど、大会出て50メートルの大会出て、私はまだ小学生だった、保育園児だったから出れなかったんだけど、そうめっちゃ早かった。みーもでもなんかみーとお姉ちゃんは同じぐらいのスピードだよって先生に言われてたから、その水泳教えてもらってた。あ、みーこんぐらいなんだって思って見てて、おつぼんおつぼん、皆さん来てくれてありがとうございます。それその大会に校長先生とかみんな来てって、気まずかった。小学校のそうみーその保育園生だったから、え何と思って、誰と思って。ともちさん、ラブレターありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ウニ肉組ってやっぱしりとりイメージしてる順番ですか。え、これ本当にさ気づかなかったんだけど、あのファンの方に言われて気づいたんですよね。オーディションの後悲しくてカッパちゃんの歌何回も聞いてました。気まずい、気まずい。待って、保育園で高校生と同じだったの。そうだよ、保育園の時にあの3歳から始めて約2年間行ってたんですよ。2年間水泳習ってたの、5歳まで。でその2年間でなんか素質があったのか分かんないけど、なんかお姉ちゃんがいるブルーっていうクラブ、ブルーのコースになんか行けた。高校生のコースなんだけど、そうでも水面ここだったからね、何も見えてない。公園から走ってたよね。うん、してた。
そうだから中学校に上がるときに全国大会とかにを出して生徒さんを全国大会に出していってる水泳のところに一国ってなってる予定だったらしいんだけど、けどみーはなんかその大会に出るっていうところに行く予定だったけどやめて、あれにし、体操、オリンピックを見て体操やりたいってなって体操をやったんですよ。まるともちゃんさん、タコありがとうございます。いっぱいありがとう。ありがとうございます。今日の持ち主みーぽん、本当にありがとう。天才やん、天才やん。2300人突破おめでとう、ありがとうございます。2323人、すごい、2323じゃん、ありがとう。2023年だからかな、2023年2323 2323。やば、さやかパパ水泳得意なんだね。ドリゴコっぽいよね。さあ、ゆっちゃん3歳ぐらいのこと覚えてるんだね。5歳の時にそうだったっていうことをママに聞きました。最近、結構前、最近じゃない、運動の才能エグすぎ。ミウはこの時の3歳とか5歳の記憶は覚えてないんだけど、ママがそうだったっていうこともあるし、なんか動画とかもあるの、水泳の動画。なんかこのさ、なんか水族館みたいな感じで、水泳をやる時に、練習の時はなんか親が水族館みたいな感じで見れるんだけど、その動画をママがほとんど全部撮っててくれて、それを見てね、あのちょそれで説明聞いた。みゆもうそんな3歳とかの記憶はないんだけどね。こんなの才能がすぎ。こんばんは、かわいいね、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。水中から撮ってるんだね。いや、水中っていうか座るところがあるの。その子供が見れ、子供の、自分の子供を見れる、こんな貸し切りがあって、で下なんか親は2階から見れて、1階で子供が水泳こうやって泳いでる姿を見れるんだけど、こうやってママに「やっはー！」って言って、お姉ちゃんがそれでこうやって「いい」が振って、それで。でお姉ちゃんがなん声聞こえるんだけど、行きますってお姉ちゃんが言って、それでみーも後に続いて一緒にね、泳いで、そう、なんか毎日なんかどんどんなんか一級昇格、一級昇格っていうちっちゃい、こういうちっちゃいなんかもらえるんですよ、賞状が。昇格したらどんどんよし一級昇格って感じで、そういっぱい、なんか毎回週3ぐらいで行ってたんだけど、毎回1回行ったら1回昇格って感じで、昇格しない日がなかったんですよ。そう、でもブルーになってからめっちゃ難しくなって、そう、そこまで昇格することがなくて、できてもね、1ヶ月に1回とかしかなくて。なる先輩さん、水色の星ありがとうございます。ありがとう。やっぱめっちゃ難しかったし、水族館の魚みたいに、そう、水族館の魚みたいだった。その頃から元気すぎ、そう、めっちゃ元気だったからね。町の電気屋さん、かわいい、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。インパルさん、水色のだるま、ありがとうございます。ありがとう、元気やな。ミュートプール、ゴリゴリに泳ぐのね。そう、ゴリゴリに泳いでた。やばい、当選の動揺でミーポンの話が入ってこない今夜。ありがとうございます、嬉しい、ありがとね。なんか自分の可愛い角度を探したいんだけどさ、多分こっちの方が自分的に可愛いと思ってるから、なんかこういうの、こっちの方が可愛いと思ってる、こっちをこうやって、どう、どうですか、どうですか、どうですかと思って。ラーメン会、ラーメン会、ラーメン使い、そうなんですよ。どの角度が可愛いのかなって思ってて、そこが悩みどころなんですよね。ポン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 、来てくれてありがとうございます。ありがとう、可愛い、ありがとう。
逆こっち、でも絶対にこっちがいいんだよね。すべて可愛すぎる本当に。こっちあとちょっとなんか目はこっち派かなって思ってるんですよね。みーちゃん本当にどんどん可愛くなってる、ありがとう、いい褒め言葉。一回振り返ってみて。振り返ってみてって何？振り返る？あはやっ、あはやっ、ちょうさん水色のだるまありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。と振り返るとはクエスチョンマーク。前髪シースルーはどうかなって最近思うんだけど、シースルーにしたらさめっちゃ前髪薄くするってことなんだけど、どう？やっぱ多い方がいいかな。面白い、オーロックするの見えすぎ、変貌に赤点うん、まあやっぱ勝てないよね。こんばんは、こんばんは、おはよう、いいね、ありがとう、ありがとうございます。足痛、しびれた。ですね、もし水泳続けてたらね、だってやばくない？普通に幼稚園の時から高校生のグループに混じってたって、もしかしたらいろんな大会出れてたんじゃないのって。バラエティの素質ありそう、え、出てみたい、バラエティ面白いよね、バラエティ人を笑わすことが好きなんですよ、あの笑顔にしたいなって思ってて。こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとうございます。いやーみゆまる仕事から帰ってきたよ私みゆまるって名前だけど、まあいいや、ありがとうございます、あだ名つけてくれてありがとう。お疲れ様です、お仕事大変でしたね、お疲れ様です。あんな前のミュースクするメンバー多いよね。そうだからみゆもね、多分ね高校生大学生とかなったらさ、多分いつの間にかさ、なんかこんなになってるかもしれないね、こういうめっちゃ薄いですよみたいな、こういうのになってるかもしれない。でもみや多い方がね多分似合うんですよ、個人的な感想は多い方が似合うかなと思って。返信もらった？返信もらってない、多分返信さもらえないと思う。確かにバラエティ向きかもマジマジか、マギかマギか。みゆんごお疲れんご、お疲れんご、お疲れんご。シースルーは大人っぽくなるね、そうまだ子供だから、で縛らずにこの前髪の量でいこうかな。こんばんは、ポニーテールは可愛すぎる、ポニーテールはいいね。運動会どうしよう、去年はもうね、あもうポニーテールしかしなかったから、ポニーテールだな。ポニーテールね、鉢巻きがやりやすいんですよ、ここにやるからこうだから鉢巻きね。どうしようかなって思ってて、でももうみぽん14歳になるんだよね、そうもう14歳だね、年寄りだね、マジでマジだマジだ高めポニーテールください、またするね。体育祭の時とか配信できたら多分めっちゃ高いと思う、こんぐらいだと思う、私が機械体操の時こんぐらいだったんですよ、今後耳より上じゃないといけなかったから、体育祭の時ガッツリ上げてこんなんでお団子してたから、その時みたいになるかなって。で前髪をちょんまげやって、でこうやって上げて、こうやってでピンで留めて、はいお願いしますってやってたから、どうだろうね髪型の色もいろいろインプット中、そうだよね、難しいよね、みもまだついていけてない、最近いろんなやりるの多すぎて。メールの配信1ヶ月後にまとめてくれるんじゃなかったっけ、わかんないんだよねみゆ、わかんない、広島って都会、えどうだろう、
高いかな。それは高すぎん？まあでもそれが体操のルールだからね。ルール、新体操とか体操はそのくらいじゃないといけなくて、新体操なんてもう真上だからね。私は体操だからこんぐらいだけど、新体操こんぐらいだよ。こんばんは、おつぽん来てくれてありがとうございます。学校の校則で髪型は決まってるの？髪型は決まってないです。体育の時だけ髪の毛を結ばないといけないけど、他は特に決まってないですね。でもね、体育大会の時とか髪の毛下ろしてたら絶対結ばされる。だからどうしようかなって悩んでて。何歳までアイドルしたいの？まあやっぱり80歳、80歳かな。80歳までやって、まあね、あ、やばい、ちょっと心臓が持たないって時はやめようかなって思って、もう80歳目指して頑張りますね。デコが狭いよそう、ママがさ、デコ狭い、おデコ狭いから、そう、狭いんだよね。こんぐらい、これぐらい。ママがね、めっちゃおデコ狭いから、そこが似たんですね。アイドルになろうと思ったきっかけは、私機械体操一本で頑張ってて、けどあのオーディションですね、きっかけは。オーディションがあって、ママになんか今しているのオーディションやってるよって言われて、私はあのその時まで本当にアイドルとかはなんか本当に関係もなかった感じだったけど、なんかちょうどそのなんか私が知っているデュートさんを知ったのは、花は誰のものという曲が出た時に、なんか SNS とか、その時 SNS をやってて、あの普通になんか見るだけのアカウントで、でなんか YouTube とかにも動画があって、めっちゃいい曲じゃんって、そうだからその時から知るようになって、でそのオーディションがやってるのっていうことを知って、やってみるって言って、おお、もう絶対書類落ちするでしょとか思いながら、まあやってみるか、まあ人生挑戦、ウェーイと思ってやってみたら勝っちゃったみたいな感じですね。本当になんか他のなんかいろんなオーディションとか全部受けてないし、もう本当にオーディションとか自体が初めてだったんですよ。やばい、めっちゃ緊張するとか思いながら、やばいよって思って。球技も得意なのかな。球技は普通のスポーツ、陸上とかよりは得意じゃないけど、でも全然できる。染めたりしても OK なんだね。いや、髪の毛を染めるのはダメ、絶対に高速で。しかも髪の毛染めたくない。でもなんかツインテールとかなんかこんなんとかいろいろ全然 OK なんですよ。ポンポンポン来てくれてありがとうございます。そろそろ時間です。そうですね、2600人突破おめでとう、ありがとうございます。2626、なんか見え見るときいつもさ、2626とは2323とかめっちゃ続いてる。敬老の日公演にしよういいね、まだれきっかけのね。そうですね、ピーポンの顔だったら書類通りまくりでしょ。いや、あの私初めてだったんですよ、受けて、あのそうな、こういうのをオーディションとか受けるの初めてで、何も分かんない状態だったから、そうでも周りの子とかはみんななんかめっちゃすごかったの、なんか何なんだよよはってめっちゃなんかちゃんとはっきり喋れてて、緊張でちゃんと喋れるかも分かんないって感じで、初オーディションで合格って強すぎやな。どこが良かったのかなって思って、でも受かったからには全力で頑張りますと思って頑張ってます。よし、もう話してたらさ、もう57分じゃん、意味わかんないんだけど。ね、緊張したら怖いもんね。海体操のパフォーマンスすごかったよ本当に充電めっちゃさ落ちまくってたよね。
よし、そろそろ男女読みしていきたいと思います。レッツゴー。今日ごめんね、なんかミュウのエピソードの話ばっかりで、なんか申し訳ない。なんかもっとみんなと向き合って話したらよかったかな。まあこういう日もあっていいよね。また明日も皆さん配信するので、ぜひぜひ見に来てください。全力で頑張ってください。頑張ります。ありがとう。でもその息や、その息や、頑張るぞ。あと3時間ぐらい話したい。それな。あと24時間とか。めっちゃ楽しかったよ。いいね。ありがとう。将来のセンター目指してね。頑張るね。ありがとう。ミューポンのことよく知れた。ごめんね。なんかミューの話ばっかりで。配信ありがとう、ミューポン。こちらこそ来てくれてありがとうございました。はい、本当にね、なんか、もうみんなにミューの話聞いてもらえて楽しかった。ありがとう。あと、プラス3時間で話したいですね。配信ありがとう、楽しかった。こちらこそありがとう。男女男女、よし、はい、男女読みしていきたいと思います。13位、ゆうきさん。12位、ゼロ、ゼロさん。あ、間違えた。13位、ゆうきさん。12位、セロさん。11位、奈良西さん。10位、ともっちさん。9位、奈良先輩さん。8位、マスタさん。7位、ビッグウェブさん。6位、キットさん。5位、まるともちゃんさん。4位、タンニさん。3位、いっちゃん仕事中さん。2位、かずきさん。1位、はぐれもやしさんでした。はい、ということで今日も皆さん見に来てくれてありがとうございました。楽しかったです。また次の配信でお会いしましょう。またねー、バイビー。あのみゆの話いっぱい聞いてくれてありがとうね、みんな。バイバイ、また会おうぜ。バイバーイ。2710人みんな見に来てくれてありがとう。バイバイ、ビッグラブ、ありがとうございました。またねー。また会おう。ありがとう。バイバーイ。バイバーイ。めっちゃ面白いね。くとかわいい。うまいでしょ？バイバーイ。見れた？バイバイ。